ポリエモンの話。ひろゆきのあの何辺野古で揉めてるやつ、燃えてるやつ今知ってます？俺さあのひろゆきブロックしてるから見れないんですよ。あれなかなか面白いなと思って何辺野古のなんかデモに対してブロック、いやブロックじゃなくて辺野古で、うん、工事現場のダンプとか入ってく脇で、うんうん、座り込みの講義をずっともうなんか何年かやってますっていう、うん、ことになってるんですよ、うん、でそれでそこに立て看板とかあるんですけど、ひろゆきさんが行ってみたら、うんいなかったと、うん、でいないんだから、うん、座り込み何百日継続中とかって言ってんだけど、うん、いないんだからゼロでいいんじゃねえのみたいなことを言ったら、うん、今その左系の人たちから、うん、今もう大炎上っていうか、うん、しててちゃんと朝9時と昼の12時と15時には座ってるんですみたいな、えってそれ座り込みじゃなくないですかみたいな、うん、めんどくせえあの人ってさ、そういうくだらないことにの茶化すの好きだよね。いや でも その相手をイラッとさせる茶化し方完璧じゃないですか、うん、天才じゃないですか、うん、だから今すっごいもうそっちからそっちの人たちがど発点をつく勢いで怒ってるんですけど、うん、まあ世の中的にはまあ確かに座り込み何百日継続中って言ってるのにいない時点でおかしいよねってみたいな感じなんで、僕もまあそう思いますけど、ね、まあ、どうでもいい、まあどうでもいいか、まあ確かにどうでもいい。いやだからなんでひろゆきをブロックしてんですか、仲悪いのとは知らないのそのなんていうのかな、ちょっと踏み込んだ話とかすると、うん、すぐ来るんですよ、うん、僕やっぱなんだかんだ言って芸能事務所の人とかもほとんど知ってるんで、ですよね、堀江くんさ、なんかうちのタレント悪口言ってたでしょうとか、いやそれ僕が言ってんじゃなくてひろゆきが言ってたんですよとか、俺昔そういうのあったんですよ、あのね、いやあいつもずっと悪口言うじゃないですか、だから僕も縁切ったんですけど、なんかの対談で前田敦子の顔がなんかギュッとしてるとかいうこと言ったんですよ、なるほど、あいつが、はい、俺は言ってないですよ、うん、まあ、横にいたからあはははって言ってるだけなのに、はい、もうそこの社長からもう電話かかってきて、うちのなんか娘たちをみたいな、いやでも堀江さん悪口言うのやめてくれみたいに言われていや僕じゃないです、言ったのひろゆきですからっつって、はい、いやでも横にいたらまあ同罪にされるでしょうね、横にいたら同罪にされちゃって同罪にされるでしょうね、嫌じゃないですかそういう、うん、いちいち、まあうん、まあひろゆき君とは絡まん方がいいとは本当思いますけどね、うん、いや俺も本当そう思いますよ、うん、あの人だって別にね、うん、いや僕は本当ひろゆき君に関してはよくだからあれこれでもクレーム出ましたよ、あの金融庁の YouTube 出て30億も踏み倒してる人間なんで金融庁で使うんやみたいな、うんうん、まあ彼の本質は本当になんか大阪弁でいうところの1ビリなんですよ、うん、一丁神とか、うん、なんか調子乗りとか、はい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 、彼とは別になんか世の中のために何かやってるとは全く思わないので、それはすごくよくわかるし、だからそうなってるからこそ使いやすいんでしょうね、だから、まあね、あのだから要はテレビのコメンテーターで何でも言ってくれる人みたいな、そうですよ、ね、感じじゃないですか、うんうん、ひろゆき君は僕はいつでも対談するぞと言ってるんですよあそうなんですか、でも絶対彼はもうビビって来ない、うん、